夏場は割とみんなツープロにするんですかね。今日はいつもその店は混んでるっていう人気があるんで朝一番で行くんですよ。で9時開店で今日も9時開店ちょうどぐらいに行ったのでもう3人並んで待ってるぐらいの感じなんですけど、でまあ1人はまあおじさんだったのゴブガリにバリカンでって言ってたんですけど、それ以外2人もちょっと若い人だったんで、ツーブロでツーブロでって言ってて、あ、人気なんだなと思って、ですごく夏場とかが特にね、愛しい感じがなくなってすごくいいんですけど、俺の場合は特にね、なんだろう、髪の毛の流れがこういう巻き方になってて、左側のここのところがね、こう前にこう来てるらしいんだよね、髪の毛がね。で、子供の頃からもうほんと都会行くたびにさ、首かしげるんだよ、切る人が。すんげえここ切りにきい、すんげえここ切りにきいってみんな言うの、口を揃えてそういうの、もうすいませんと謝ったりしてさ、なんで俺謝んなきゃいけないんだろうと思ったりしな、言って、でツーブロって切ることができたら、ツーブロでって言えばここバリカンでってやってくれるからさ、すごい楽です。ってさ、すごい頭をさ抱えて俺の髪の毛切るとみんな困ってらっしゃったからさ、ツーブロできて本当に助かって、でまた伸びるとすぐ分かるから、俺さ伸びるとこうなんだろう、買った感じがなくなった時になんかこう、ああ行かなきゃっていうのが分かるんで、なんか豆のとこへ似てるようなツーブロはとってもそういうの定着してよかったなと思って。